感染率 92%、 潜伏期間90日、発狂率 85%、 血清発見率 3%、 致死率算出不能。世界を絶望に陥れる謎のロックウイルス、ロザリー・ホーズ。1993年アフリカ、94年インド、95年東京。21世紀を迎えようとする現在、ロック界への警鐘が鳴り響く。今、日本全土に広がりゆく脅威のロックウイルス、ロザリー・ホーズ。1996年日本上陸。世界はこの危機を乗り越えられるのか。今明かされるロザリー・ゴーズの正体、全てはこの電子メールから始まった。1995年2月、アメリカノースカロライナ州ロザリー空軍基地内にある未確認生物研究所、ドクター北原のインターネットに、正体不明の人物から謎のメールが届いた。脅威の未確認ロック生命体、ロザリー・ゴーズの真実とは。極秘資料ハッカーの警告か。全世界を恐怖に陥れる危険分子たち。今まさに日本全土を揺るがす史上最大の危機が迫ってくる。我々人類はこの異常なるデンジャラス未確認ロック生命体の侵入を阻止できるのか。人類の未来を考えるハイパーサイエンスティックバイオレンス、ロザリー・ゴーズ一発一コロ。未確認生物研究所、ドクター北原は謎の未確認ロック生命体、ロザリー・ゴーズの調査捕獲のため、単身南海の孤島をロザリー島に乗り込んだ。Take me
クター北原を襲う謎の未確認ロックス生命体ロザリーゴーズ。感染率 85% の恐怖が迫る。ドクター北原を襲う謎の未確認ロックス生命体ロザリーゴーズ。感染率 85% の恐怖が迫る。ついに正体を現す未確認ロック生命体ロザリーゴーズ。現場に残された一枚のチラシ、そこに記された謎の数字1996129の秘密とは。真実が隠されていた。我々ドクター北原および謎の未確認ロック生命体ロザリーゴーズ調査団は東京某所に潜伏中のロザリーゴーズを発見。だが彼らは4年の間にかなりの数に上るゲリラ的演奏活動を全国に展開。その社会的影響は計り知れない。ドクター北原は完全に未確認ロック生命体に感染しており、血清発見率 3% の現状において、彼の身柄を保護するのはもはや手遅れである。さらに驚くべき情報が取り込んできた。4年前のドクター北原失踪現場に残されていた1枚のチラシに書かれた謎の数字1996129の暗号が解読されたのだ。謎の数字から浮かび上がった人類終焉への
タイムテーブル X デイへのカウントダウンが始まる。東京吉祥寺から始まった謎の未確認ロック生命体ロザリーゴーズの未確認ゲリラ活動の最終目的地が発覚。しかもその決行期日が10日後に迫っている。人類滅亡の危機を救うという大義名分のもとにロザリー島へ単身乗り込んだはずのドクター北原。だが彼の真の目的はなんと恐るべきロック生命体の創造だったのだ。自らが感染し一体化することによって発生した恐怖のロック生命体、この強大なパワーが炸裂する場所を求めてさまよい続ける。彼らの危険な暴走を食い止める手立てはもうないのか。さらに驚くべき内容の極秘 VTR を入手した我々に最後の危機が迫る。我々は自らの危険をも顧みずこの VTR を公開。目撃感染率 120% の極秘映像、ついに次週公開。戦慄のレコーディング現場、都内某所で進行する恐るべき極秘プロジェクトの全貌とは。この VTR はその現場を撮影した未公開映像である。とどまるところを知らない彼らロザリー・ゴーズの次なる野望が X デイの向こうに見え隠れしている。明日のことを考えてるふり、ロザリー・ゴーズ、このレコーディングの真の目的は一体何だ。我々がこの事実を確認しようとしたその時、やめてください。そして今ロザリー・ゴーズの全貌をあなたは目撃する。力。
誰かもいるチャンピオン運転の国一から振ってたのバゲット足かけたら何もパワーを振らせながら第1か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 ら死んでいくのは知らない方が突っ込むと住宅の森の俺は突っ込ませた何があってもガリガリガットさ一から一から一からどんなことでも自分は詰めてしまうだろう何があっても泣いたら許されるだろうI'm gonna make it.